ホセフロイラン・ゴンザレスは、アルゼンチンの元海一ドライバー、1954年のルマン24時間レース覇者。海一においては、早々期における名脇役の一人とされ、太った体格と豪快な走りから、大草原の猛牛を意味するパンパスブルの異名を取った、2008年の時点で海一最多優勝記録を持つフェラーリに、初勝利をもたらしたドライバーでもある。 スポーツカーレースにも出場しており、1954年のルマン24時間レースにおいて、モーリス・トランティニアンとのコンビで、フェラーリ375を借り、優勝した。もともとはアルゼンチン国内でレース活動を行っていた。1950年、開催初年度となる、第一世界選手権において、第2戦モナコ GP、第6戦フランス GP の2戦に、 プライベーターのマセラティから参戦。どちらもリタイアだったが、初参加となったモナコ GP では予選で3位の成績を残している。1951年開幕戦のスイスグランプリにおいては、プライベーターのタルボから参戦。予選13位からリタイアに終わった。1951年シーズン中盤、ピエロ・タルフィフ賞に伴い、代役として第4戦フランスグランプリに、 フェラーリから出場。このレースで2位に入り、初の表彰台を獲得した。この走りに対し、フェラーリは続く第5戦イギリスグランプリでもゴンザレスを起用することとなった。与えられたマシンは前年型だったものの、ゴンザレスは迎えたイギリスグランプリの予選でポールポジションを獲得。決勝でもファンマヌエル・ファンジオとの争いを制し、ポール2ウィンで初優勝を飾った。 この勝利は、フェラーリの F1 初優勝としても記録されることとなる。その後、残る3戦も、フェラーリから出走、2勝目はならなかったものの、3レースすべてで表彰台に上がり、ランキング3位となった。1952年は、チームの選択に翻弄され、最終戦イタリアグランプリのみの出走となった。マセラピから参戦した、このレースでは、予選5位からレース前半をリードし、 初となるフロリダも記録。しかし、ピットインの間に、アルベルト・アスカリに先行され、2位に終わっている。1953年はマセラティから本格参戦したが、ナンバー1ドライバーであるファンジオの影に隠れる形となり、第5戦フランス GP では、燃料を半分だけ積んで、ハイスピードで飛ばし、フェラーリの格乱を誘うという役割も担わされている。出走した5戦中、 3位3回4位1回フロリダ2回の成績が残っていたが参戦を残してチームから離脱した。ランキングは6位。1954年はフェラーリに舞い戻り参戦。復帰初戦となる開幕戦アルゼンチングランプリでは地元で予選2位からファステストラップを記録し3位表彰台を獲得している。第5戦イギリスグランプリでは予選2位から優勝。 三年前に初勝利の舞台となったシルバーストンサーキットにおいて自身2勝目を挙げた。しかし第六戦ドイツグランプリにおいては予選中に同胞のオノフレマリモンが事故し、決勝ではショックから集中力を切らしマ毎回放送にマシンを譲りレースを終える一幕もあった。しかし続く第七戦スイスグランプリではポールポジションを獲得。この年は最終的にランキング3位となった。 1955年は地元である開幕戦アルゼンチングランプリのみの出走となる予選で自身3度目のポールポジションを獲得したが国書の中で体力を消耗し交代最終的にはトランティニアンジュゼッペ・ファリーナとの3者でのシェアドライブながら2位となっている1956年以降は本格的な会一参戦はなく地元である アルゼンチングランプリを中心とした散発的な出走のみに止まることとなる。1956年は開幕戦アルゼンチングランプリにマセラティ第6戦イギリスグランプリにバングオールから出走したが、どちらもリタイア。1957年はフェラーリから開幕戦アルゼンチングランプリのみに出走し、5位の成績を残した。その後、 1958年、1959年には一戦も出走しなかったが、1960年は開幕戦のアルゼンチングランプリのみフェラーリから参戦。しかし、予選11位、決勝10位という成績に終わり、これが F1 最後のレースとなった。フェラーリ500回に置かあるゴンザレス。引退後は静かな予生を送っていたが、一時期病気を患った影響で、 体格はスリムに変貌している。早々期における、第一ドライバーの多くが、奇跡に入る中、80歳を超えなお健在であったが2013年6月15日、A 便、90歳没。当時は、チーム内でのマシンの交換が許されており、その場合それぞれに、半分のポイントが与えられていた。ホセフロイラン・ゴンザレスが成拠。 espnf1 http://j.espnf1.com コロンススラッシュスラッッシシュュスラッシュ f1 スラッシュ motor spor t スラッシュストーリースラッシュ 111389.html2013 年6月16日閲覧ありがとうございます。